から、除雪をしたいと思います。はい、ここからは20倍速でお伝えしております。隣の父さんからタイヤショベルを借りまして除雪開始していきます。まずはですね、向こう側の、雪をかきましてですね、ここに車を移すわけですね。で、車を移し終わったらこっち側の雪をかくと、そういう、ストラテジー作戦でやっております。これね、20倍速にしてだいたい2分ぐらいなんで、まあ実際には30分ぐらいかかってるんですけど、これをね手でやろうと思ったらもう本当に大変なことですよ。素晴らしいです、この機械っていうのはすごいですね。そしていつもね隣のお父さんにはお世話に なりっぱなしで本当にありがとうございます。タイヤショベルだけじゃなくてですね、うちの、ニセコでの生活のほとんど面倒を見てると見てもらってると言っても過言ではない父さん、ちょうど父さん今来ましてですね、どうやってやるんだとかいろいろ教えてくれてますね。はい、ありがとうございます。で、もうこういう風に綺麗になったわけですね。で、この今こっちが見えてないですけど、ここを削って、こうバックして削ってるんですね。押して、押すんで押すと、はい、このようにして除雪していきます。これがあるとね、で、まあ、機械なんで乗ってて楽しいですよね。はい、おしまいです。そして車を戻して完了でございます。はい、玄関前をねちょろっと綺麗にしておしまいです。どうもご視聴ありがとうございました。